まず来ました。慎吾さんと誰がいるの？あ、慎吾さんと、とどろきと、あと、淳のですね。説明してくれてありがとう。あ、とどろきさんか。そうなんです。だってこれ一番いいやつですもんね。悔しい、見れないの、悔しい、仕事辞めたい。あ、サクサクさん。どうしたら追加のはやっぱ高橋頼んだほうが得意ですね。まあそうですね。どんどんあれもうすごいことなってんじゃん。十分うまい。キセクリ軍団だね。ああ、どうなんですかね。それ説明ありがとうございます。口臭い兄は馳せよ。あ、四五八四さん来た。口臭い兄は馳せよ来た。純の兄貴またな涙。あ、ごめんね前髪。どっか。あ、ジャノンか。慎吾さん、LINE 送りました。わらわ、わら、あ、なんか慎吾さん、元ヤンですが、何かさんが、LINE 送ったそうです。あ、メロンソーダで、あーさまーす。あ、恥ずかしがり屋の花火さんから花火が来ました。ありがとうございます。お前が、お前が、お前が。俺がやるの恥ずかしがり屋の、恥ずかしがり屋の、恥ずかしがり屋の。ありがとうございます。匿名さん、あーさまーす。いやー、ありがたい。カニも入れちゃいました。贅沢な食事。豊木さんはカラオケ以来。あ、そうなんですよ。浜田さんよく知ってますね。まさか知ってるとは思わなかった。豊木さん来ない。あ、今ちょっとタバコ吸ってるからいいわ。どうやって食えばいいんですかね。食いにくそうでもこれ。あ、野菜食べないのって来てます。元ヤンですが何かさんが野菜食べないのって。野菜もちょっとあります。あ、切れてますね、これ。ちゃんと。野菜が。お酒飲まないんですよ。今、車で来てるんで。お酒飲みません。場所ダメよ。はいはい。何で食う？ポン酢かな？おはようございます。キメタク、チョリース、キム・ジョンウン。これ全部で何ぼするの？どうなんですかね？そんな、まあでも結構、まあまあの、あれですね。シンゴ元気？エールさんがシンゴ元気って来てますね。元気です。痛い。痛いこれ。あ、運転手だけ飲まなきゃいいだけじゃ。ああ、そういう、シンゴをまず運転してて、俺も車で来てるんですよ。高そう。とどきさんどこで食べてるの？それちょっと祝電入っちゃうか、ちょっと今。なんかこういうのが食べれるお店に来てます、ね。割り勘なの？割り勘ではないんです。これだと今日はここにいる。純野さんに奢っていただけるっていうことで、やっぱりハギはくしゃくしゃくしゃ。いや、それがですね、くちゃくちゃ言わないんですよね。言わない。意外と多分なんか放送の時に偽ってんじゃねえかなっていう。いや、多分食いましょう。食いましょう。食べましょう。豪華ですね。そう、なんか豪華になってますね。ロレッタさん、意外とくちゃくちゃ食わないんですよ。前からそれは言ってましたよ。あれ音拾うんですよ、あのマイクが、はい、あー、メロンソーダってチョリース・キム・ジョンウン、光るよろしくって言ってます。メロンソーダ、なんだろう。トドキさん、キム・ジョンウンって言われてるの？いや、違う、今、キム・ジョンウンさんが来て、ロレッタ、ロレッタさん、くちゃくちゃはわざとなんだ。美味しいものいっぱい食べてくださいね。はい、私もスンゴとご飯食べたい。あ、マコチさんがスンゴとご飯食べ、くちゃら嫌ですよね。あ、かりんとうさん来た、こんにちは。のんさん、とどろきさんか。あ、そうです、すいません、とどろき来てます今。まるまる会との共同共栄、くさくさくさ、チョリースさん、ね、誰が来たの。あ、かりんとうさん来た。これない。あ、こうなってんのね。よいしょ。兄貴だって、ゆずこが。あ、ののさん、とどろきさんかっつって、うん、今みんなでしゃぶしゃぶに来てます。しんごさんは安定のメロンソーダを頼み、ご満悦な感じです。肉入れすぎ。確かに。あ、そうそう、俺ゆずこさん、そうです、
箸の使い方指導してください。え、うん、はい、兄貴、はい、え、映ってる映ってる、ちょっとかっこよく撮るんだよ。あ、かっこよく、もうそれキム・ジョンウンだ、手遅れだよ。あ、よ、あ、45803だ。あ、そう、45803、うん、スロットで、うんうん、ねえ、だからシングが出玉規制を系派だからさ、うん、出玉規制反対だから、うん、出玉規制反対にしないと、うんうん、やっぱここはね、メインのつうか肉先に入れすぎだろ、どう考えて。え、いや、いいじゃん、しいだ、うん、だってしゃぶしゃぶして食わせるの。いや、だ、確かにしゃぶしゃぶしたそう、こんな入れたの。俺も、うん、なんか、純子さんがすげえ入れるからあれ、なんか、そういう感じで食う人なのかなと思って。いや、俺も普通、しゃぶしゃぶ人したいはるんだけど、とどろきさんがあれだよ、とどろきさんがいけないんだよ。グダグダ。人の前だと恥ずかしいな。そうね。怪しい。あ、そうです。レバーラングキャンサーさん、僕、純野です。ちょっと今、みんな食うことに必死で、コメントが、うん、あ、とどろきさん、寿司食べてください。いやー、あー、とどろきさん何取ったの今。え、いくら？いくらなんか食いやがってこの野郎、うんうん、知的な風貌ですね。全然知的じゃないです。だって僕今あれですからね、慎吾さんのシェリーダッフィー着てますから。びっくりした、来たんだ。ダッフィーのパーカー着てやってきましたから。いや、あ、かりんとうさん、仕事戻るのでまたね。 ありがとうございます。うまくないっすか。全然うまいっすよね、これ、うん、いや、美味しそうで何よりです。もう今日は豪勢に楽しみましょう、うん、あんまあれなんですか、食い放題とかって行かないんですか。いや、行きますよ、全然。あ、え、一人でですか。うん、あ、だってね、うん、何が、あ、終わりな、便器社長か。いや、純野さんのおごりですね。あ、とうとう、ジャノさん売名か。はい、はい、ちょっとだね、8金持ちですかね。髪型突っ込んでください。ザーメンカッパお仕置きを、ザーメンカッパお仕置きを、ザーメンカッパお仕置きを着てます。で、便器社長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 、今ね、純野さんのなんか会社のね、風景見せてもらったんですよ。やばいっすよ、社員がもうカタ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 超なんかこうやってるんですよ。あ、4580さん、人肉うまい、しんご人肉うまい、人肉うまい、しんご人肉うまい着てます。今日は慎吾のおごりでいいよ。あ、逆に今日は慎吾のおごりにしようって。また来ます。頑張ってください。監視カメラ、はい、ありがとうございます。なんかつけて、でパソコンでなんか見させてもらったんですよ。そのみんながその純野さんの会社の風景、うん。すげーみんながカタカタやってる。おーと思って。すごい、社員もめっちゃ輝いてましたよ。そんなことはないですよ。ね、とどろきさん。あ、口臭いアニョハセヨ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 。シンゴさんってあれなんですか、例えばですけど、クファー、シンゴのコメント全部読んでるって言ってるんですか。あー、4580さん全部読めないですからね。クファー、クファー、シンゴの臭い息。いや、でも全然
ね、何にも匂わない。だってチェイサーも持ってもね。